今回はね、私が乗ってる車のキーレス、フォルクスワーゲンのポロ。もう7年前ぐらいの車なんですけど、このね、電池が切れたんで、バチンとやっても反応しなくなったんで、ちょっと電池交換をしてみたいと思います。簡単ですね。ここをパチンと開けて、ここに何かね、こういった細いドライバーみたいなのを突っ込んで、こねてカチッと開けます。開けてみますね。意外に簡単に開けます。そしたらここにボタン電池が入ってるんで、これも出していきますね。はい、取り入れました。CR の2025ってボタン電池が入ってます。先ほどはソニーだったけど、パナソニック製のがコンビニで売ってたんで、CR の2025買ってきました。はい、あとはもうパチンって入れていくだけですね。ピンと戻すだけです。はい、終わりです。あ、反応した。